るさとウォーカー、お話を伺っておりますのは東海クロスメディア株式会社代表取締役、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー三輪智夫さんです。後半もよろしくお願いいたします。お願いします。さて、前半地方創生についてたびたび登場したこの e ラーニングという言葉なんですが、地方創生カレッジそして e ラーニング、これ一体どういうことなのか改めて教えていただいてよろしいですか。はい、いろいろなノウハウが実はもうたくさん蓄積されてるんですね、地域、はい、地域によって。ただそこに、まあ、皆さん視察に行きたがるんですけど、それ行くのはいいんですけども時間もお金もかかりますよね。それをもう DVD じゃないですね、で今 e ラーニングですからクラウド上にデータとして蓄積していつでも見れるようにしてあるわけです、はい、でその事例の垂れ流しだけではなくてちゃんと有識者が解説をします。で資料もダウンロードできます。そういった中で地域の例えば街づくりとか商店街の活性化だとかそういったノウハウを皆さんに無料で学んでもらえるようにですね、これ実は2016年から開講していてですね、今170以上の講座が実は e ラーニングとして公開されてるんです。ただなかなか積極的に使われていないという現状もあって、その普及促進を図る、ただ e ラーニングやっただけでは地方創生になりませんから具体的な担い手を生み出していくっていうのが今の私の仕事としての総括プロデューサーっていうのはそういうことですね。はい、地方創生カレッジというのはつまりそのクラウド上にある学びの場としての、機能ということなんですね。そうですね。e ラーニング、その170もの講座があるということなんですが、これはもちろん地方創生に関わるさまざまなアプローチでの講座だと思うんですが、例えばどういった方々のお話が聞けるんでしょうか。有名どころですとね、はい、大前健一さんとかね、はい、元谷幸介さんとかですね、はい、講演会に行くと 2,3 万取られるような方々もノウハウを、はい、もう開示しています、はい、これは結局国の予算で講師借金払って喋っていただいてるわけですね、はい、昨年度元谷幸介さん多治見来られてお話しされてましたけども、もうほぼほぼ同じような内容を e ラーニングで喋ってるんです、はいはい、だからためになる講座が時間を作れればですよ、無料で学ぶことができます、はい、そういう講座なんです。実際お話ししていらっしゃるのを、ま、動画の形ですよね。で、はい、資料を結局講座講演会でもそうですね、パワーポイントの資料を見せながら、はい、演者さんが喋りますよね。それを収録してあるんですね。で資料はダウンロードもできる、できない人のやつもありますけども、はい、今時だと画面をキャプチャーすれば撮れますから、うん、参考の資料は手元にも置くことができますね。で先ほどこれ無料だというふうにおっしゃいましたけれども、はい、我々はじゃあこの無料でこういったものを見るためにはどうすればいいんですか。はい、そうですね、ホームページ行っていただいて、はい、アカウントを作る必要がありますから、はい、これはメールアドレスですね。で実はスマホでも対応できます、はい、パソコンがなくてもスマホでも完結ができるんです。画面ちっちゃいですけどスマホでも対応ができるようになっていまして、動画も見れます。通信料かかりますけどね、はい、それはご負担はいただくんですけども、講座を一つ一つ受講するにたってのお金はいりません。一つの講座がどうでしょう、一般的に考えてだいたい1時間2時間はかかりますよね。そうですね、2時間もの、長いのだと4時間ものっていうのがありますけれども、はい、一つ一つクラウド上にありますから、はい、自分のアカウントから入って、はい、途中で止めてもその記録しといてくれるので、うん、続きはまた次の日とか、はい、時間が空いた時にっていう風にできるようになってるのが便利ですね。ああなるほど、はい、じゃあ途中でちょっと用事ができてしまった、あるいはそろそろ食事の時間だという風に中座したとしても、はい、一般のその講座のようにそこの部分聞けなかったわっていうのはないんですね。ですからもうそれと例えば商店街の活性化復興といっても、はい、非常に多面的な要素があります、うん、手続き申請がどうだったとか、うんうん、使える補助金がどうだったとか、商店主はどう考えていたとか、
土地の権利をどうしたとか、多面的な、それ複合的に全て網羅して入っているので、欲しいとこだけ見るってこともできるわけですね。飛ばすこともできますから、はい、何度も受けることもできるし、はいはい、そういう意味では今時の学び方なんですが、うん、どうしてもパソコンと面と向かって勉強するっていうことは、我々の世代もそうですけど、もう私も慣れてきましたけれども、なかなか苦手ですよ。対面して受ける講座が、はい、に慣れてきているので、みんなで今時は、まあ、会議もウェブ上でってね、いろいろな問題もあるんでありますけれども、まあ、そういったのに慣れている若い子たちは結構ガン見して勉強したりする人たちもいますね。はい、はい、そこがまた意識の、一つ壁のクリアになるといいなと思いますが、はい、でもですね、先ほど三輪さんが挙げていただいたお名前もそうなんですけれども、一般の方々の中にはそういった著名な方でも名前知らない、聞いたことないという人たくさんいると思うんですけれども、その選ぶときに、自分が見たいものを選ぶときに、その選ぶのに何を手がかりにしていいのかわからないということもあると思うんです。キーワード検索ができます。あ、そうなんですか。カテゴリーが全部分かれています、はい、だから町づくりとか、うん、観光による活性化とか、うんうんうん、商店街振興とか、いろいろカテゴリーがあるので、はい、それでキーワード検索もできますし、うん、あとはカタログがですね、配布物は限られてるんですけども、インターネット上からカタログ自身をダウンロードできます。それは全ての講座が網羅されているんです。それを見ることもできますし、キーワード検索が一番早いですね、はい、じゃあそのそういったことにあまり詳しくない初心者の状態でも選びやすいように作られているということなんですね。はい、でこの e ラーニングで学んだけれども、ま、知識は頭の中に入りました。でもじゃあ実際にそれをどう実践していこう、はい、ということに対してのアプローチで、はい、この地方創生カレッジ in 岐阜というのを開催されているというお話でしたが、ね、はい、これはどこで行われているんですか。これですね、今年はですね、江那市と岐阜市と養老町でやりました。はい、これを、予算に限りがあるので、本当は網羅的にご地域でやりたいということも要望しているんですけど、まあ、予算に限りがあります。全国で10カ所ぐらいやってますから、結構な予算が必要になってくるわけですけども、はい、その3カ所でやりまして、江那市は駅前の商店街の活性化、結構置き去りになってる部分だったりしますし、岐阜市の場合ですと柳瀬の復興っていうのは結構深刻な問題、根深い問題もいろいろあるので、そういったところにアプローチする。養老町の場合ですと、やっぱり人口減る中で関係人口を増やすっていうんですけども、観光客の方に来ていただいて、いいとこだなっていうのを思っていただいて、先々移住定住につなげていこうという意味での観光の地域ブランディングっていうのをテーマにですね、やりました。で、イラニが一般の事例とかよその事例ですけども、具体的に手元にある直面する課題をみんなと考える、その時に汗こうせって教えるんではなくて、こういう考え方切り口で考えてみたらどういうことが言えますかという、いわゆる我々はフレームワークって言うんですけども、枠組みをと考え方を講座で話した上でワークショップグループになって考えていただく、そんな場を持ちまして、みんなで難しい言葉で言うと、いわゆる政策提言に結びついていく、もうちょっと言うと町づくりの予算通りにつなげていくってことですね。その取り組みの落とし込みをするための事例紹介とともに、進め方やり方の提示で、それを落とし込んでいくということをやりまして、我々がポッと来てパッと帰ってしまっても定着しないので、運営に金融機関、それぞれシンクタンク、この辺だと東の信用金庫さんが、東信地域活力研究所ってあります、そういった方に事務運営で入っていただいて、先々のフォローアップもしていただけるように進めました。風刺でやる場合は16金庫さんの16総合研究所、養老町の場合は性能ですからOKB 総研、音楽協力金庫さんのシンクタンクですね、こういった方に入っていただいて、で地域の参加者もその広域な人と立場が違う人、行政だけじゃなくて民間の事業者さんもいれば、近隣の人たちも入っていただく、
江那市でやった場合は名古屋市で遠藤寺の商店街の加瀬がやってる人も来ました。そういうプロセスはやらずに進んできているので、はい、あのみんなの合意形成をするっていうのはそもそもないじゃないですか。場としてクレームを行政に言うとかいうのがあったりとか、政治家が来て動員されて話聞くっていうのがあっても、いろいろ意見を積極的に建設的に話し合うっていう場合はなかなか少ないので、そんな場を提供創出するっていうのを我々の役目としてねやったんですね。単純にこう知識を入れるだけではなく、机上のプランを立てるのではなく、もう一歩進んだところ で、ね、具体的に実現するための話し合いにするという、そしてそれを行政は持ち帰って、はい、ちゃんと政策に生かすっていうことまでいくとパーフェクトなんですね。あのお話したようにその戦略を外に丸投げして作るんじゃなくて、はい、民意で作るっていうんですけど、みんなで考えて作る、はい、そういうことできてる人たちもいます。立見市さんは総合戦略自分のところで作ってるし、那市さんも産業振興ビジョン自分たちで行政だけじゃなくて民間の企業さんに入ってもらって、産業振興だからそういったことを考えたりして、できてる行政もいればもうちゃちゃっとやってしまうところもあれば、もう戦略を立てるのもちょっと大変なぐらいもう疲弊してるっていう自治体もあれば、いろいろ千差万別なんですけども、それぞれに対して進め方あり方を実は落とし込んでるっていう仕事が地方創生課賃寄付の役目なんですね。はい、今回は地方創生カレッジというものについて、この地方創生というのは一体どういうことなのかから始まり、どういった取り組みをしているのかというのをご紹介いただきました。お話を伺いましたのは東海クロスメディア株式会社代表取締役社長、公益財団法人日本生産性本部地方創生カレッジ総括プロデューサー三輪智夫さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。